はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんショットガンシャッフルというスキルはご存知でしょうか。これ誰が使うねんっていうね、スキルとして私昔紹介したことがあるんですけど、なんとですねショットガンシャッフルガチスキルになりました嘘でしょって思うじゃないですか。これマジガチスキルになったんですよ。これちょっと理由をね今日説明していきますね。これどういうスキルかっていうと、一旦に一度自分のライフポイントが300払ってね、使用できて自分のデッキシャッフルするっていうこれだけなんですよ。ただ300ライフ払ってシャッフルするだけ。何が強いねんって思うじゃないですか。これね、あのディスコードでね、あの要望の部屋に書いていただいた方がいて、これショットガンシャッフルと相性がいいカードが実装されてるんですよ。これ何かっていうと、これね幻想の見習い魔導士っていう、あのこいつがすげえ相性が良くて、なんでかっていうと300払うとあのライフポイントが3700になるんですね。で3700のライフの場合、魂のカードを使うとこれサーチできるんですよ。これめちゃくちゃ相性良くて、今日はですね魂のカードで見習い魔導士実質6積み、デッキ組んできました。これ結構強いです。これ何が強いかっていうと、これあのエアーマンとかディアボリックガイが最近ランク戦で当たるブラマジデッキとかにも入ってること多いと思うんですけど、これランク6ができるんですよね。見習い魔導士でそのディアボリックガイとか捨てるとランク6ができる、まあ、ランク6が一番強いんで、あのデュエルリンクスの環境においてはね、OCC の環境だと思ってね、ランク8とかも全然強いし、ランク4もめっちゃ強いんだけど、リンクスだとランク6がめっちゃ強いんですよ。でこのランク6ができるんで見習い魔導士はだから強いです。でこいつ持ってこれないと話にならないんですよ。なんとこのデッキね6枚耐性です。最強です。デュエル3倍。さあお相手の方、これは僕自身、表の方のユギですね、よろしくお願いします。デュエル3倍いきますよ。いきます。私はショットガンシャッフルのスキルを発動ショットガンシャッフルはガードを痛めるぜこのスキル活躍してんのマジでおもろい。幻想の見習い魔導士を手札に加えさせてもらうぜ。そして黒の魔導陣を発動。黒の魔導陣の効果、よし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 、コストにするこんなもん。よし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 、いいぞ。そして手札を1枚墓地の栗、幻想の見習い魔導士を特殊召喚。幻想の見習い魔導士の効果発動。デッキからブラックマジシャンを1枚手札に加えることができますこんな感じの笑い方ですよね、パンドラって。でブラックマジシャンを手札に1枚から1枚捨てて、幻想の見習い魔導士を特殊召喚。幻想幻想でレベル6のモンスターが2体来るぞ。ユーギー来るぞ。ユーギー、はい、最強モンスター爆弾フォトンストリークバウンサーを特殊召喚。カードを1枚引くとターン終了です。さあ、あなたのターンですよ。これ強っ。この盤面最強なんだけど、なんか陣ナビしながらフォトンストリークバウンサー立ってるってこと地獄かな。さあ、なかなかの地獄みたいな盤面が出来上がったぞ。モンスター攻撃表示しようか。あ、無理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 、全然無理よ。そんなものは全然無理で、バリ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 バコン、はい、よし、はい、オッケー、あ、オッケー。ほとんど勝ったな、これ。ほぼ勝ちだな、これ。あ、ナビゲートで。マジシャンズナビゲートの効果発動。マジシャンズナビゲートの効果により、ブラックマジシャンを特殊召喚。入れよ、最上級魔術師。召喚ムービーをどうぞ。これ強すぎだな。この場面最強すぎるな。会話拒否もいいよな、これ。はい。はい、1枚除外、1枚無効はさすがにやっていいことじゃないですね。幻想の乱れ魔導士、幻想の乱れ魔導士を特殊召喚し、見習い魔導士の効果と黒の魔導陣の効果がチェーンして発動するぜ。さあ、幻想の乱れ魔導士の効果発動。これちなみに陣の効果に挟まるんで、魔導士の効果が。これキャバルリーとかも除外できますから、これキャバルリーとかもいけます、これ。はい、対象に取った時に無効にするみたいなカードもいけます、これ。レッドアイズとかもいけます。はい、最強です。おっと、また幻想サーチできちゃうか、これ。天才かな。あ、無理無理、全然無理。さよなら。はいこれやっていいことと悪いことなんだろ、これ。
いやこれショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ言うてる場合かっていう強すぎちゃって。で魂のカードを発動、魔法カードを発動。あやべ、あ全部いってるかもう、ごめん全部いってるわじゃあまあいいやバトルフェイズ。さあトラップカード、魔法カード発動することですね。強化蘇生、かわいそうにマジシャンズナビゲートの効果発動これちょっと待って強すぎなんだけど、マジ強え、このデッキ最強だわ。ショットガンシャッフル、こんな強いスキルになってるの今、マジ、ありえんこと起きてると。先行2妨害で3ターン目魔法トラップ無効ってやっていいことじゃないな。お、闇勇来た。ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ、私はこのシャッフル方法に慣れていましてねあ、ガイアやば、ガイアはちょいやば。さあ黒の魔導陣のと魂のカードが来てるんで意外とハンド的には強いですけど、ナビゲートが欲しいところ。とりあえず魔導陣はちょっと通したいんで、魔導陣、あでも魔導陣、いや微妙だな、モンスターどっちも嫌だな、魔導陣も破壊されるのも嫌だし、なんか幻想の見習い魔導士を破壊されるのも嫌だな。魔導騎士がいいだろう、いいだろう、モンスター効果いいだろう。極炎のカーソブドラゴンの効果によって融合できるっていう話ね。はい、オッケー、了解、あ、オッケー、了解、よっ、ターンエンド、ああ、オフィスはないのはありがたい。幻想の見習い魔導士来た、マジ？これなんか一気にこれじゃあもうなんかあれしていくしかないか、ショットガンシャッフル使う前にちょっと一回さこれ様子見ようか、一旦ブラマジしてて様子見ようか。これで使っていってくれたら陣通ってなんかワンチャン、てか1枚しか破壊できないんだったらこれあれなんじゃないの、これ幻想3回出せるんじゃないの幻想3回はさすがに強いでしょ。でこうして、はい、これで破壊してくるんだったらあれだし、破壊してこないんだったらフォトンストリングバーストを出せばいいから。はい、ブラックマンシャンを手札に加えさせてもらうぜ。さあ破壊するかい、ちなみにまだ俺は1回編集を残している。カメラでいいか、これ映画泥棒でいいか、映画泥棒だ、あーいやでもフォトンストリックバウンサー、違うモンスター出てきたらフォトンストリックバウンサーの方がいいや、やっぱフォトンストリックバウンサーどっちも強いからどっちもいいや、どっちも強いんだったらフォトンストリックバウンサーでいいです。あるな、あるレベル6のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚フォトンストリックバウンサー、はい、フィールド上で発動する効果無効になります、残念ですが。そしてジン発動させてもろて、ジン発動させてもろて、でナビゲート引いてもろて、魔導騎士がいいや、あ全然無理だよ、全然無理、はい残念でしたね。ガイアソルジャーもいないようですね。で魔導陣を発動する前に一回スキル発動してシャッフルして幻想を持ってきてからナビゲートの確率を上げるプリングした方がいいんじゃないか。ショットガンシャッフル、シャラララララ、よしデッキシャッフル、そして魂のカードを発動、攻守の合計が3700になるようにモンスターを手札に加えさせてもらいますよ。そして、黒の魔導陣を発動、黒の魔導陣の効果によりあ、ないチキショーチキショー、まあでも死者蘇生をデッキトップに置けるだって、死者蘇生置いて、いやでも死者蘇生だろさすがに、これ蘇生、蘇生だよな、これさすがに蘇生でこうですね、はい、で出さなくていいや、バトルフェーズで、でフォトンストリックバーサーでアタック、でこれ多分結構つらいと思うんだよね。であれ魔法トラップじゃないから、トップが多分あれトップっていうか手札1枚がトップわかんないけど、走破するガイア、はい、あ、うん、あ、もともとあったのは魔導騎士ガイアだったのね、はい了解です。で何引いたかによるんだよな、ダークフレアオッケー、ダークフレアオッケー、何引いたかによります。何を引きましたか、2枚目の真ん中のカードなんでしょう、ね、はい、魔導騎士ガイア、なるほど、全然無理ですよ、余裕で無理ですよ。ドラゴンズミラーとかやめてください、ドラゴンズミラーだけ本当にやめてください。で止まってください、止まっていただいて、止まってもろて、あーそれはダークフレアね、これ怪病薬とかやめてね、あーおい全然いい、全然全然、あ問題ない、よし1ミリも問題ない、よし勝ったな。
スキル発動する必要ない。私は手札よりマジックカード死者蘇生を発動。冥界の扉を突き破り、今蘇りなさい、ブラックマジシャン。小安ボイスはいいね。やはり小安ボイスってのはいいね。非常にかっこいいね。ザワールドロードローラーだ。ロードローラーだ。ブラックマジシャンを特殊召喚。そして特殊召喚に成功したら黒の魔導陣の効果発動。黒の魔導陣の効果により空いてるフィールド上のカードを1枚の選択し、そのカードをゲームから除外させてもらいますよ。ではまあモンスター除外でいいか、ダーククリアドラゴンとかボルミアで、伝送の見習い魔導士の効果を発動。このカードを特殊召喚。そしてバトルフェイズ、ブラックマジシャンでアタック、ブラックマジック。ダメージ計算はいいですか。幻想のメダルマロシの効果により4500の攻撃力になって、フォトンストリークバウンサーでダイレクトアタック。おかしいですね、ユーギさん、あなたもブラックマジシャン使いではなかったのですか。もうブラックマジシャンを使うのは諦めたんですか。私こそがマスターオブマジシャンなんですよ。さあお相手の方、海の伝説。何様、なかなかやるな。海の伝説か、 なんだ今この段階で海の伝説知るやつ、何がしてるんだ。ペンディラムコール、何。な、何、流血の魔術師、流血の魔術師、まずいぞ。あれ、なんかこれ見たことある動き、出たー、出た、うえうわー。一発やきた。いや、ディアボリック出したところであんま意味ねえなこれ。ちょっと待って、死ぬかな俺、死ぬ、これ死にますかね、死ぬのかな。ちょっと待って、でもこれまだわかんない、まだわかんない。いや、事故る。いや、そんな簡単にね、1100以上の打点出てこないから。相手バトル OK、 よしいける、まだいける。ドロー、魔導陣 OK、 魔導陣は OK。 とりあえずディアボリックガイの効果を発動しておいてから、これで圧縮をしておいてからの魔導陣。ナビゲート、うわしゃー、分からせる、完全に分からせる。バトルフェイズ、海発動してきた瞬間にナビゲート、と絶対に分からせる、そこまではない。 OK、 海発動してきた瞬間に分からせる、マジで。さあどうする、メインフェイズ終了前バトル、いいだろう。おりゃー、おら、何が前半ですだ、バカ誰が。いや、ちょっと一個言いたいことあるんですけど、ちょ、毎回前半ですしてるこのデッキ負けてません？このデッキ勝ってるとこ見たことないんだけど。俺この間一応動画にはした、もちろん動画にしたけど、前半ですした試合全部負けたの。前半ですした試合全部敗北したんだけど、またこいつ負けてんだぜ。いや、このデッキさては弱いんじゃないか。このデッキさては弱いな。フォトンストリックバウンサー特殊が、はい、よしで、セット、バトル、くたばれカジキとやら。毎度負けすぎなんだけど。おい、前半です諦めないのはいいけど、お前そのデッキ多分弱いぞ。